シグマ MC75 は1975年にシグマオートモーティブが設計、開発を行い、トヨタの1.6リットルターボエンジンに TG を搭載したスポーツカーである。国際自動車連盟の定めるグループ5規定に準拠する。シグマ MC73 により日本車として初めて1973年のルマン24時間レースに、 参加したシグマオートモーティブが1975年のルマン24時間レース用に作成したマシンである。エンジンはそれまでのマツダロータリーエンジン 12A 型からトヨタの 2T、G ターボエンジンに変更しシグマ代表の加藤慎、自ら中運した。もともと加藤慎はトヨタ自動車販売出身であり、シグマのルマンチャレンジは当初トヨタエンジンで行う。 予定だったが、初半の事情で、急遽、松田エンジンに変更された経緯があり、3年目にして、ようやく、トヨタエンジンでの参加が実現した。スポンサーにはマールボロがついた。日本のレーシングチームで、マールボロのフルカラーに塗装されたマシンは、このシグマ MC75 が最初と言われている。ドライバーは、前年に続き元トヨタワークスの高橋春区に、1973年に、 続く、藤死博広トヨタ系若手の森安政のトリオ。2T、G ターボは1973年の富士 1000km レースで、トヨタワークスのセリカターボが、総合優勝はしたものの、当時の技術とプライベーターのシグマのチーム力では、まともに走らせることすらなかなか難しく、国内の富士グランチャンピオートレースでデビューしたものの、感想すらおぼつかない状態だった。 本番のルマンでも予想通りまともには走れずタイムも伸びない中予選落ちした。しかしノースアメリカンレーシングのフェラーリンが予選で自らの一台がこれも予選落ちしたのを不服に思い決勝を撤退リザーブから繰り上がる結果となり決勝に進出した。決勝ではターボパワーを生かして一時10分以内を走る検討を見せたが4時間でエンジン油圧低下に見舞われ 二時間以上かけて修理、したがトラブルが再発、リタイアした。三回目の挑戦を、こうして終えたシグマは、資金が底をつき、翌年は参加しなかった。ありがとうございます。